和の猫の専門店があったら面白いんじゃないかなと思って、うん、もう日本の多分その伝統文化は僕らがいる限りなくならないと思うんで、うん、3話目も着替えてくれなかったですね、はい、高まりないかすみません。これであの最後の3話目は、はい、和心 の, その成長戦略っていうキーワードで、あのお聞かせいただきたいんですけども、直近であの発表にも、はい、あると思うんですけど、新業態のところが結構面白そうだなと思うんですけど、そこをちょっと説明してもらっていいですか。物とこと事業がありまして、物、まあ、事業の方は猫まっしぐら、はいはいはい、猫業態というか猫のグッズですよね、和猫グッズ専門店、うん、はい、今年度中に出店する予定が今よって言って、和の石鹸ですよね、和の成分、はい、まあ、具体的に言うともう米ぬかに特化して全部国産の米ぬか、はい、の石鹸で、はい、最初 の, あの猫まっしぐらの方なんですけど、もうすでに出店数店舗出していて、もう6店舗ありますね、はい、最近なんか記事で見たんですけど、もう今犬より猫人気の方がその成長率が高いっていうのがあって、はい、ポテンシャル結構ありそうですね、はい、6年前に猫飼ってる人が犬飼ってる人もいたんですよね。あ、そんな前ですか。そうなんですよ。で時を同じくして和の人気モチーフも、うん、男はもともと竜とか虎とか多くて、女の子は桜、ウサギ、金魚、これが人気モチーフだったんですけど、今はダントツ猫。あ、そうなんですね。そうなんです。我々はずっと和のね、このデザイン衣装の会社をやってるんで分かってるんですけど、トレンド見えてきますよね。そうなんです。もう全部猫なんです。浴衣も猫柄、かんざしでも猫が売ってるし、傘も猫が売ってるんですよ。橋も猫が売れる。だ結局何やりたいかって言ったら猫が売れるんで、じゃあっていうことで、もう和の猫の専門店があったら面白いんじゃないかなと思って、まあ、ヒット商品多いっすね、まあ、みんな好きなんだろうな。そうそう、いや、あとなんか犬って自分の飼ってる犬しか好きじゃないんだって、犬種が。なるほど、はい、でも猫は自分の飼ってる猫の種類じゃなくても、うんうん、猫好きっていうのは他の猫も好きになるらしいですよ。犬好きはダクスンドとかチワワとかやると、その犬が好きでそれのグッズしか買わないらしいです、はいはい、そういう性格っていう意味でも、うん、猫がのグッズが売れるっていうのは合理性が高かったですね。まだまだ出店予兆ありそうですね、この猫業態。そうですね、はい、これはもう2ヶ月で6店舗出したんで、はい、いい感じです。後者の方の、今よ米ぬか石鹸、米ぬか石鹸、はい、これは実は我々先ほど申し上げた通りに、来年100万人の睨んだ顧客基盤がある中で、うんうんうん、いつも買い切りなんですよね、はい、1回買って、まあ、そのお客さんに周辺うちのドミナント戦略にのっとった他の店舗の割引券だったり、うん、来店促しはするんですけれども、うんうん、言ってもその日でほぼ終わりなんで、なるほどなるほど、まあ、お店限られてますもんね、はい、そうですそうです、はいはい、そうではなく、その方が持って帰ってリピート購入するもの、なるほどなるほど、石鹸はやっぱりかなりのリピートは我々は見込めるんじゃないかなと思って、その100万人の基盤をどうやってこう、なんですかね、顧客とのリレーションを、そうですね、はいはい、取っていくかっていう CRM の観点から始めた事業でもあります、はいうんはい、なるほどなるほど。こと事業の方で、はい、着物クリーニング、はい、洗い場、はい、事業として成長性あります。成長性あります、はい、これは何かって言ったら着物を洗ってかつ預かるっていう事業なんですよね、はいうんうんはい、保管もします、はい、保管も1年間980円で保管する。着物のクリーニングももう振り袖でも2900円でバシッと全部丸洗いして、うん、全部手洗いなんで、はい、それは専門のクリーニング工場とこれもコラボしてやってます、はい、我々フロントのところは全部やるんですけども、はいはいはい、いや今もうそのクリーニングとか洗濯とかもやってもらって、はい、そのまま保管してもらって、はい、次のシーズンに出すみたいな、それこそコートとか、はい、すごいもう利用者増えてるのをあの肌で感じますし、ええ、預かりサービスって言ったらもうトランクルームなんか最たるもんですもんね、ええ、そうですね。それで着物にも特化してやるって、はい、着物のクリーニングにの最大手の工場さんとコラボしてやるんで、うんはいまあ、品質は間違いなくて、まあ、価格の方もかなり頑張って、ニッチながら確実にあるマーケット、はい、でそこでその和のカテゴリーでなんかうまくなんかおっしゃる、ね、マーケット取ってってますね、はい、やっぱりマーケットの占有率は僕らも結構意識してるんで、そこを高く取ればプライスリーダーにもなれるし、そうですね、成長戦略でまあ上場企業としてやっぱ欠かせないところで言うとやっぱ M&A のところがあると思うんですけど、そこはどうお考えですか。そうですね、はい、我々もこのやっぱりカードにもやっぱり限りがあるんで、うんうんうん、自分たちでこう開発して、うんうんうん、あの出すって、まあ、猫まっしぐらの方は結構たまたま
うちのスタッフが頑張ってくれて3ヶ月ぐらいで結構リリースできたんですけど、はいはいはい、まあ、基本的には今よもそうなんですけど全部1年ぐらいかかるんですね、洗い場も大変ですよね、はい、新規事業やっぱりそうですね、1年ぐらいの準備期間があるんで、まあ、そこを出すとやっぱりスピード感がちょっと追いつかないんで、うんうん、和の文化を感じるものしか、うん、和の文化を感じる体験事業のことは両方とも、うん、まあ、MA は積極的に仕掛けていきたいと思ってます、はい、事業の立ち位置が明確なんで、はい、ターゲットになるそのシナジーが生まれるところっていうのはわりかし分かりやすいですよね。そうですね、はい、うん、顧客基盤、この100万人の顧客基盤を新たなその買った先ね、あの、うん、MA した先にお客さんもこう送客できるんで、うんうん、あー、はい、あ、ワーケーの、はい、じゃあビジネスやってる会社は森さんのところに M&A 打診もありと。そうですね、はい、うん、M&A 番組でなっちゃいましたね。島倉さん、すいません。いや、もう日本の多分その伝統文化は僕らがいる限りなくならないと思うんで、僕らが全部こう守る、うん、そこで IT とデザインバンとぶつけて、うんうん、で大事なもの大事なものだけきっちり守るんで、だから売ってください。はい、今、はい、まあ、3割にわたって和心の事業を聞かせて、はい、結構あの知らないことを視聴者の人も多かったんじゃないかと思うんですけど、はい、また1年後とかまた業態も変わったり新しい業態できたりとか、その成長性のそのなんですか、ビフォーアフターも分かると思うんで、またぜひ出てください。ぜひよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました。今度は飲みながら、そうですね、はい、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。